オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当は三輪先生です。皆さんこんにちは、アンサンブル講師の三輪です。本日もアラカフェットの時間が始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ついに5月、日本では新しい元号の令和が始まって3日目となりますね。そして今日はゴールデンウィークの真っ只中です。今年は10連休という近年稀に見る長さだけあって、フランスの全国ニュースでも日本のゴールデンウィークが話題に取り上げられたので、たまたまニュースを見ていた私はびっくりしました。中でもこの10連休について日本人にアンケートを取った結果、半数近くの人が10日も休みがあって嬉しくないと回答したと大きく報じられていました。フランスはバカンス大国で、夏休みに至っては会社員でも3週間まとめて有給休暇を取る人が珍しくないので、10連休を長いと感じる人は多くないのだと思います。さて5月といえば、フランスも祝日が多い月です。ただし日本と違って祝日が連続しないので、ゴールデンウィークのような連休が毎年あるわけではありません。ところがもしある祝日が木曜日だった場合、翌日の金曜日に有給休暇を取ることで、木、金、土、日という4連休を作ることができます。このテクニックをフランス語ではFaire le pont、Faire le pont と言います。直訳で橋を作るという意味ですが、祝日と週末の間に挟まれている平日に有給休暇という手段を使って橋を架けるというイメージでしょうか。このFaire le pont という表現、働くフランス人はよく使いますので、ぜひ覚えておきましょう。さて本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は私ミワが担当するフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は、先月の4月から開講がスタートした参加無料のグループ講座、翻訳強化グループレッスンをご紹介します。それでは本日のフランス語レッスンを始めましょう。先ほど祝日についてお話ししましたが、フランスは日本と違って祝日が土日と重なっても振り替え休日にはなりません。ですから祝日が何曜日に当たるかというのはフランス人にとって結構重要なことです。例えば5月30日はアソンシオン、キリスト昇天祭という祝日ですが、今年は木曜日に当たります。ですからちょうどよく金曜日に有給休暇を取って土曜日に向かってFaire le pont、橋を架けることで
4連休を得ることができますね。このちょうどいいという嬉しい驚きの気持ちをフランス語で表すにはどう言えばいいでしょうか。実はこのような言い方をします。サトンブビアン、サトンブビアン、サトンブビアン。直訳するとそれは上手に落ちるという意味の短いフレーズです。先ほどの話に戻りますと、今年の5月30日はうまいこと木曜日に落ちるので、サトンブビアン、ちょうどいい。Je vais faire le pont. Je vais faire le pont. Je vais faire le pont. 橋をかけて連休を作ろうという具合に、シンプルかつ的確なフランス語で表現することができますね。このサトンブビアンという一言、まさにちょうどいいという意味で使うことができますので、ぜひ音で丸ごと覚えて、日常生活で積極的に使い、自分のものにしてくださいね。サトンブビアンのように、フランス人がよく使うとっさの一言をたくさん覚えて会話をつないでいくことで、より自然なフランス語が話せるようになると思いますので、短く発音しやすいものからどんどん吸収していきましょう。いかがでしたか？今回のように知っておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた、アビアントー。三輪先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして、番組の第2部はアンサンブルスタッフのミキがご紹介させていただきます。今回は先月より開講がスタートした参加無料のグループ講座、翻訳教科グループレッスンを詳しくご紹介します。今やアンサンブルの人気オンラインイベントとしてすっかり定着している無料グループレッスンですが、新たにスタートした翻訳教科グループレッスンは主にフランス語から日本語への翻訳スキルを磨いていただくレッスンです。担当講師はアラカフェットでフランス語レッスンを担当されている響先生です。発音矯正を得意としている響先生ですが、実は大の読書家でもあり、フランス語の短編小説を丸一冊日本語に訳したこともあるほど、仏文和訳にも非常に長けています。この翻訳教科グループレッスンでは、当日の3日前までに響先生からフランス語の小説や記事の抜粋が送られてきますので、参加者の方は事前に和訳していただきます。そしてレッスン当日はそれぞれの訳文を発表し合い、響先生のアドバイスを交えて仏文和訳のコツを楽しく学んでいただきます。実際にレッスンに参加された生徒様からは、皆さんが発表された翻訳がとても興味深く、
先生のフォローも的確で、いろいろなことを学べたので、とっても面白かったです。と、お喜びの声をいただいております。フランス語から日本語への翻訳作業を通して、どのように二つの言語を往復すればいいか、響先生と一緒にじっくり考えてみませんか？翻訳教科グループレッスンは、最大6名参加可能。月2回、日本時間11時と21時という2つの時間帯で開催しております。アンサンブルの生徒様なら、どなたでも無料で受講できますので、たくさんのご参加をお待ちしております。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。